オルゴールのメロディーで会いましょう。イエーイ。さあ始まりました、オルゴールのメロディーで会いましょう。この番組は私たちアイドルグループオルゴールがお届けする冠トークバラエティ番組です。普段のライブの MC だけでは話し足りないおしゃべりなメンバーたちがトークや企画コーナーで盛り上がりながらバラエティに富んだ内容でお届けします。中野にある中野 V スタジオからお届けしていますので、公開生放送ですので近くにいる方は今からでも遊びに来てください。待ってるよ。まず出演者の紹介です。はい、オルゴールのにっこり太陽ピンク担当のマホリンことひなともほです。よろしくお願いします。オレンジ担当リリです。よろしくお願いします。はい、赤色担当市岡美優です。よろしくお願いします。はい、ラベンダー担当小岩井さゆです。お願いします。はい、水色担当青井メルダです。よろしくお願いします。はい、今日はこのメンバーでお届けしていきまーす。よろしくお願いします。はい、さて、はい、まずはこちらですね、トークのコーナー。イエーイ。はい、私たちオルゴールのことをもっと知ってもらいたいので、いくつかのトークテーマに沿ってトークをしていきたいと思います。はい、まず最初のテーマは、うん、誰にも理解されないけど私だけが好きなこと。ありますか。ミユが好きなことはみんな大好きだからさ、理解されないことはないと思う。あ、そういうこと。もう全部みんな好き。みんな好きってことかな。絶対納得しちゃうから。あ、そう、全然役されてくる。試しにじゃあ喋ってみました。試しに、はい、試しにじゃあそうですね、私あの何かしら言葉を、例えば眩しいって言われたら、あの歌い始めるんですよ。眩しいふふとかなんか歌い始めるんですけど、やってるね。そう、なんか言葉のバスバス一人もやってたよね。やってたね。ミルキー、そう、チュールかなんか急に歌い出して、いろんなワードがこれ言ったら歌いたいワードがいっぱいあって、アドレナリン、こんなんじゃダメって。ちなみにこれ共感できるよって人いますか、例えば。あ、うん、あ、うん、なんか一応皆さんありがとう。いや、みんな照れてるんかな。まだ照れてるかも。丸とかね、マツとかしてもらっても、うん、確かに他にはどうですかメンバー。いきますか、はい、私ポテトを食べるときに絶対ペアを作って食べるんですよ。なんかちょっとあのどっかで話したことあるかもしれないんですけど、うんうん、細いポテト、あの言っていいのかな、うんうん、マクドナルドのポテトとかだと、え、めっちゃ静かになっちゃった、うん、聞きたいんだよね。聞いてる聞いてる。同じぐらいの長さのポテトでペアを作って、口の中の右と左に平等に食べさせてあげる。そう、右の歯と左の歯を平等にしてあげるっていうのが私のこだわってる、絶対誰にも共感させないことなんですけど。ちなみにいらっしゃいますか、右と左平等に扱ってあげる。あ、本当に。何で平等にするんですか。なんで。ちなみに長さとできれば硬さも揃えてあげたい。ああ、なるほど。パリパリのやつ、カリカリマンペア、ふにゃふにゃマンペア。ぜひみんなも。待つだって待つ。待つだって待つ。順番が早い。ぜひ試してみてください。試してください。他にはいますか。どうですか。私ですか。誰にも理解されないこと。私
鼻声がめっちゃ好きなんですよ。人の鼻声がめっちゃ好きで、なんかずっと花粉症の人に憧れてたというか、この季節になると飽きたきたみたいな、飽きたきたきたみたいな。鼻声になりたかったんですよ。憧れ。あ、でも両方聞くのも好きだし、自分もなるのも好き。あ、そういうことか。で、ずっと花粉症じゃなかったんですけど、去年花粉症になって初めて。でも痒いのばっかだったんですよ。で、今年なんと初めて鼻水が出まして、なんと、で、初めて箱ティッシュを持ち歩くことができたという。念願の。念願の。そう。え、いますか？鼻声好きだよ、みたいな。あ、なんとなく、なんとなく、年中鼻炎の方がね。マジでもない。不思議な。共感できた。共感。そうですね。できない。さやちにうーって言われてる。ああ、ダメですね。ダメですね。では、次の話題に行きたいと思います。はい、次はですね、メンバーのここがすごい。おー、みんなで褒め合って言いたいと思います。すごい。すごいね。すごい。すごい。どうしようかな。これは順番こに行きますか。褒められる人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 です。褒められる人になります。マホリンの褒めるところをもうみんなでできるだけパーッといっちゃいましょう。挙手制で。はい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 。MC がうまい。あ、何？ MC がうまい。MC がうまい。はい。なんかいろんなものを全部まとめてタスク、カジュアルにしてくれるのですごい助かってます。はい。はい。記憶力がすごい。ああ、嬉しい。はい。毎日配信を続けている。ああ、やってます。ありがとうございます。はい。はい。努力家。ああ、いいですよね。幸せな時間という。幸せな時間という感じですね。いや、キリがないよ。キリがないよ。いいとこありすぎだよ。そうだよ。それでは、新メンバー、リリのいいところを。リリの。行きましょう。はい。じゃあ、リリさんから行きますか。はい。お顔が、ハーフ。ハーフっぽいのがすごい。ああ、すごい。お顔が、ラーメンだと思ったの、最初。本当に。どこのハーフだと思う？南米。南米。なんかシンパシーを感じました。近いかも地元が。東京の。私もブラジルのハーフって聞かれたことある。あ、一緒だね。一緒だね。ちなみにミュウちゃんもブラジルのハーフ。はい。ミュウちゃんもはおかしい。ミュウちゃんガード。ミュウちゃん違う。正しいブラジルのハーフ。正しい。私はエセハーフだ。エセハーフ。教えるの上手なところに関わってくるんだけど、この間あの平日組で新しいカバー曲やった時に、あの、なんだろう、追いついてない人がいないかっていう、なんか周りもちゃんと見れてる、あーでも俯瞰できてると思う。俯瞰できてる、できてる、ありがとうございます。はいはいはい、いいですか。ね、歌も歌うのも上手いし、教えるのも上手くて、なんか私歌苦手なんですけど、なんかね、具体的に教えてくれるのがすごく良くて、なんかここをアクセントみたいな、うん、細かく教えてくれるのがすごい、すごい、はい、はい、意見がはっきりしてる。ああ、マックス7人なんだけど、やっぱ7人もいるとはっきり意見言ってくれるのありがたいんだよね。そう、なんかどっちでもいいよみたいなのが続くと、結局どうしようみたいな。どっちでもいいよも優しさなんだけどね、はっきり言ってくれるっていうポジション。確かに、はっきりポジション、はっきりポジション。それでは次、みゆちゃんのいいところ行きましょう。はい、明るい。あ、取られた。明るさにみんな助けられてる。すごいよ。はい。肺活量。ああ。プラス歌がうまい。ああ、ありがとう。やばい、出尽くした。出尽くした。出尽くした。
かんない。DVD を4本も出すぐらいスタイルがとても好きで、もうこれはね、なんで持って生まれてこないとこうはならないかな。確かに。何カップですか？愛。愛すごい。愛が詰まってます。愛が詰まってます。愛が詰まってます。すごいよね、うん、4段も出すってやっぱ人柄も絶対必要だし、うんうんうん、スタイルも絶対必要だかな、うん。ちなみにフォース DVD はいつ出るんですか？はい、4月の25日に出ます。宣伝よろしくお願いします。内緒のひととき、内緒のひととき、ですというね、フォース DVD が出ます。はい、ありがとう。よろしくお願いします。最後にいいですか？はい、バラエティも結構いけて、うんうんうん、ボケがめっちゃいいんですけど、ボケてる？あれ素の、素の、いや、私は騙されてるのかもしれない。あ、そうそうそう、そんなことない、しっかりしてるからね。だって2期生はやっぱりしっかり騙されて、もっともっといろんな人を騙していける、騙していける、頑張れ、頑張れ。それでは、ストレッチのいいところいきましょう。はい、はい、癒し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 の癒しのパン、癒しのラベンダー。さっき練習、すごい自己紹介の練習をしてて、あ、癒しのラベンダーとかやってたんだけど。はい、努力家です。あ、努力家です。実は結構裏とかで、ね、一番メモも取ってたりするし、一番このシミュレーションもしてる、うん、シミュレーションしてる、すごい努力家。はい、はい、あ、はい、どうぞ。優しい、もうね、優しいの、もう、み、あの、なんかフォローがすごいよね。そうなの、もうなんかみんながこう業界に詰めることも全部なんか何とかしてくれてありがとうとか、うん、もう全てにおいてに言ってくれるんですよ。はい、はい、面倒見がいい。あ、一番面倒見がいい、見てもらって。ありがとう。やっぱり努力家だし、準備もすごい事前にしてくるから、みゆちゃんが髪型どうしようとか、みゆちゃんやってあげるよとか、そう、優しいよね。でも面倒見てもらってるね、うん、ありがとう。優しいんだよね。優しい。一家に一台小祝いされてる。優しいです。心があれだなと思ったけど、サイズを下ろして、サイズを下ろして、サイズの気持ちになってるものだと考えると、感謝の気持ちを忘れて。はい、はい、では最後いきますか。いいですか？はい、ありすぎて、あ、はい、なんかあの、誰、そのメンバーそれぞれの似合うメイクとか髪型とかがすぐ分かるっていうか、観察力がすごい。あと、そう、そうなのかな、すごい見てくれてるよ、ね、そう、見てくれてる、そう、そう、見てくれてるからこそ分かるんだなっていうのが、そう、はい、はい、あ、いいよ。あとなんか撮影をやってるからか、ポージングがパッとすごい、あ、やっぱりポーンって出せるの。そうそうそう、はいはいはい、みんな撮ってる。一回ね、ご一緒したりすると、あ、迎えにいるメルルを参考に、うんうん、あ、マリエット、そうそうそう、あ、そう、めっちゃやってる、迎えにこうやって、迎えにいる、私が撮ったポーズを真似してなんか判定してる。あ、参考になるから、ね、でも実際それで撮ってもらった写真結構いい感じになるから、ね、本当にモデルの先輩で、ありがとうございます。素晴らしい。じゃあバリエーションここから盗んでいきましょう。あれ、先輩もいいんだ。また別のバリエーションがね、ちょっと盗むね、増やしてください。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。なんだろう、圧倒的ビジュアルだよね、うん、あーね、確かに、うん、セルフプロデュースがうまい。あ、ね、照れてる、照れてる。実は照れるところも可愛いよね。自分の可愛いと分かってるからね。ありがとうございます。なんか努力家だよね、やっぱり。ありがとうございます。なんか照れてるからね、分かってはるけど。こんなところに、はい。はい、では次に行きたいと思います。はい、はい、できればやりたくない苦手なこと。あ、弱点。みんなアイドルちゃんの弱点知りたくないですか？知りたいの？知りたい。やだ。丸って言ってくれて。弱点ある人いますか？はい、はい、弱点ない人いる？逆に弱点ない人いる。弱点され
さらけ出して、うん、なんかスネークとかが苦手なんですよ。スネークそう、なんていうんだっけ、ヘビそう、あれはなんかちょっと巻かれたりするのすごいだなと思って、そう多分ヘビの前に日本語が弱点かもしれない。イントネーションね、変だからスネークにしなっていう。そう、ね、そう、ヘビがって言ったらなんか、ヘビがって言った、ヘビもう分かんなくなった。なんかスネークにしました。スネークも苦手だし、うん、日本語もね、はい、そうだね、ちょっと漢字がね、ちょっとね、確かになんかチンキとかで、うん、こうお客さんになんか何々って書いてって言って変な漢字書いてるんですよ。もしちょっと適当な一回試してみて、あ、そうそう、言われたことがいいやつ、ね、書いてもらったの返すと違うもん。あ、そうか、そう、なんか漢字も間違えたんだよね、この間ね、文字が違ったりするから。仲良し、あ、仲良し、そう、なんか普通に中って書いて、うん、よしよしも人間に中人ってこと。中人、そう、なんか逆にした人だよね、真ん中の中に人義の人ってことだよね。そう、あ、なるほど、うん、中人で、中人でよしって書いて、そう、仲良しって書いて、気づいてますよね。え、どういうこと、真ん中の中に、みんなはてな、中人、あ、違う、人間に真ん中、最初真ん中、真ん中の中で、よしの方に、そう、よしの方に人間と、いい、よし、いい、善良の量、そう、で、真ん中の中に、なお仲良く見えるっていう。なんかお試しに一試三試してみてください。書いてって。ぜひお試しあれ。強いな、苦手な。エピソード強いな。この後いける人いますか。強いな。強すぎる。やっぱバラエティ力高いね。バラエティ高いんですよ。なんだろう、私カードゲー、違う、ボードゲームがあんまり得意じゃない。あら、なんか避けてきてるかもしれない。あら、なんか得意そうだけどね。いや、なんか自分が嘘つけないから、なんか、なんかポーカーフェイスができないってこと。なんかその、うん、あのここでこれを嘘ついてまで勝ちたいっていう意欲が多分あんまりない。あ、この人騙してやろうみたいな気持ちあんまない。確かにそうかもしれない。一回あの初期メンバーで人狼ゲームやった時も、あ、じゃあ何か読めない温度感違ったよね。そうなんか、あ、乗り切れないかもねみたいな、乗り切れない自分が苦手なのかもしれない。でも克服したい、これは必要なことだから。一回やりましょう。どうですか、苦手なことを回してくれた。暗所が怖い。ああ、可愛いじゃない。暗証が怖いから真っ暗な部屋とか寝るの大変。なるほど。ちょっとあのカーテンや隙間開けて、光入れてみたいな、うん、共感できる人いますか。暗証の人いない、みんな真っ暗で寝るの大丈夫。そう、だから合わせてお化けが怖いっていう、ね、ああ怖いね。で、出てきそうじゃないか。暗証ドッキリとかでお化け屋敷とかではダメだね、きっと。お化け屋敷無理、もうわっわっみたいなさ、わかる、すごいギャップだ。意外だね、うん、怒っちゃう、もう驚かされたら。怖すぎる、怒っちゃう、怖すぎると怒っちゃうの。え、やばいか、怒る時にやってくれる感じで。え、ギャップだ。え、怖ってやられたら、うわぁ、ひどいな。引かない、前みたいな。逃げないんだね。向かってきたよ。逆に珍しい。すごいね。本当に怖がりに見えないね。うん、めっちゃ怖がり。なんか疲れそうだね。うん、叫びすぎて。そうだね。喉ガスガスの中に入ってくるかもしれない。そやちはありますか。私はなんかそれで言うと、うんうん、夜のバイクの音が苦手で、なんかそう、音だけなんだけど、お布団に入るでしょ、目つぶでしょ、うん、あのバイクの音だけ、ブワーンってやつ、が小さい時から苦手、怖い、そう、怖いの、なんか寝れなくなっちゃう、だから前世なんかあったのかなって思って、怖くてチキンレースして沈んでる。
れたよね。実はヤンキー。ヤンキーだった。すごいギャップだね。反動でね。反動で今優しくなって。止まれなかった。やっぱりやっぱりそうなんだ。今世では得を積もうですね。メルルは？私は。あれかな、ジェットコースターとか、その全般がダメです。あと絶叫系全般、絶叫系全般。確かに車とかも酔うって言ってたもんね。そう、もう全部三半規管弱い、目が合ってしまった。三半規管が弱い、三半規管弱い。でもダンスのターンめっちゃ綺麗だよね。あ、ダンスのターンは大丈夫、自分だからか、人の乗ってるのとダメなのか、マシンがダメなの。マシン内臓系、ちょっとダメですね。ダメです。大好き、ダメ、大好き、大好き、三半規管、なんだっけ、三半恐怖症なんで、やっぱ日本もダメです。三半規管、恐怖症だけど好き、好き、あ、だけど好きなの。そう、なんか好きなの。え、てっぺんにいるときはさ、どういう、登ってる時間が一番怖くて、落ちたら大丈夫。え、観覧車観覧車ダメ、ゆっくりだから。え、あ、そうなの。てっぺんにいるときはさ、みんなどういう気持ちなの。ぐるぐる、それ恐怖症じゃない、恐怖症じゃない、もう落ちるからワクワクなる。そう、登ってるの中間までが一番怖い。あ、なるほど、ね、それ怖いんだ。怖い、ぐる情緒やばい。おもろい。ゆうちゃんはずっとずっとある。いつてっぺん、あ、来た、嫌だなって思う。ああ、なるほどね。みんなのてっぺんの気持ちが聞けた。で、MVP だね。ジェットコースター落ちるより先にチョウチョがね、こう、もうジェットコースターちゃうから、始まって。はい。じゃあ次の話題に行きたいと思います。はいはい、次の話題は、うん、今だから言える恥ずかしい話。うん、あ、うん、ありますか？過去に。過去に。ちょっと言えないけど。いっぱいありそう。いっぱいありそう。そんな気づいてないかもしれない。恥ずかしいと思ってないですよ。気づけない。そっちのパターン。え、でもあるよ。ある。あ、いいの。先言っちゃっていい。いいよ。待って。ちょっと強いかもしれない。いや、強い。ちょっと。はい、紹介。強め。わかんないから。強くなかったら怖いよね。なんか自覚がない強さだから。そうだよ。私は小さい時に、潮干狩りに行ったの。で、家族で行ってて、で、ほら、みんなでやってるじゃない。で、いっぱい取れたんだけど、ちょっと降ってみたら、潮干狩りのそのアサリじゃなくてハマグリがあったの。ハマグリの大きいのがあったけど、ほら大きいの大きいと思って、それを取ったの。取ったらまた先にもハマグリがあったの。取って、やっと3個ぐらい取ったの。そしたらいなかったの、お母さんたちが。でそのまま迷子センター。ハマグリ探して。ハマグリ呼び出されてさ。かわいい。スタッツのみたいな。でも本当その時は大号泣して、お母さんお父さんいないみたいになって、でも会えて、可愛いね。でも笑われたよ、だって持ってるのしっかり。可愛い。可愛い。素手なの。可愛すぎる。もうそれは絶対に持って持って持ってたの最後。そのハマグリはどうなったとか覚えてない？持って帰ったと思う。あ、食べた。召し上がった？どうしたんだろう。でも家には持って帰ったと思う。あー、すごい。もしかしたら思い出のハマグリより出てるかも。これがあの時の。でもエピソード面白いね。他に我こそは？我こそは？みんな言ってみようかな。言ってみようかな。求められてるやん。ロングスカート履いてる時に自転車に乗ってて、
もう裾がタイヤにぐるぐるぐるって巻きついて、スカートブリブリブリってなって、パンツ丸出しになって破れたね。破れてもうビニビニに。え、それは近所？近所です。あ、近所。まだ帰れる5分圏だ。帰ったの？もう急いで、まあ、夜で人があんまいなかったから、なんかもうタイヤに巻きついたやつも外して、もう巻いてよかった、丸出しじゃなくて巻いてよかった、ね、夜だから丸出しで帰ろうって。それは恥ずかしい、恥ずかしい姿。ちなみに何歳頃の話？学生の中学生ぐらい。あ、中学生。あ、恥ずかしいね。ちょうど超思春期時代の。うわー、やだな。やだね。いやでもこの2人の後ちょっとやばいかも。あ、もうそんなに強くない。言ってみる、言ってみる、言ってみるね。学校でさ、テストあるじゃん、あるよね、まあありますね。で、先生がさ、じゃあ、よーい、スタートって言うじゃん。その時1人、こうやって、どういうこと、どういうこと、どういうこと、みんな理解できる、できる。出したい。みんな。携帯の電池がないけどコンセントがないとか、あるじゃん。電車で移動してる時、そしたらここで電池出せれば、電気出せれば、充電ね。こうやってこう自家発電で。便利だね。確かに。ね、でも可愛い、なんかさ。こうやって手のひらじゃなくてちゃんとケーブルのところに縛りはいかない、持っちゃうもんだって。こうやっていかないと気が取れない。ちゃんと接続されて手離したらいけなくなっちゃう。あ、なるほど。冬場は静電気注意だね。あ、確かに。すぐ充電できそうだね。他にいますか？ねえ、なんだろう、みんな欲しいでしょ、特殊能力。うん、瞬間移動とか。ああ、そう、ね、もうすぐ起きなくていいじゃん。え、ギリギリまで、ギリギリまで寝て、そういうね、起きてすぐもう移動できたら、忘れ物しても取れない。ああ、大事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 。一緒、忘れた、忘れ物が多い。よろしくお願いします。え、言ってもいいけど今日も地味に衣装間違えてる。そう、これ本当はね、 T シャツやカラーの人はあの白いスカートにしましょうねって、うん、おかしいな。そうそう、日記性の気持ちだったのかな。今日は 1.5 今日は 1.5 くらいなんで瞬間移動ができるよね。瞬間移動ができるよね。する取りに行くんですけどぜひ身につけていただいて、はい、頑張ります。いますか。私この流れで言うと、うんうん、私も家の中で忘れ物っていうかなくし物が多くて、だ靴下片方しかないとか、あ、だから見つける能力が欲しいですね。家の中だけでいい。ああ、もう
探し物を探す能力欲しいです。コスプレイヤーだからに家に物が多いんだよね、衣装とか。もうね、ダメなの、あの人様にね靴下探して遅刻しそうになるから。あー探す時間がもったいないもんね。そう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 、なんなれば身につけられるかもね、家の中で。あれは絶対遊ばれません。確かにいけるかな。あとちょっと、あとちょっと、あと半年ぐらいで特殊能力身につけるの。頑張ろうね。はい、頑張ろうかね。頑張ろう。とっても知らないけど。どうですかね、季節。私でも動物好きだから動物と話せる。ああ。言葉がわかる。あ、いいね。あの能力が欲しいかな。ハートフルさよちなんだわ。ねえ、確かに。癒しだね。癒されてる。癒しの、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 ダメです。どうですか、私はね、ハートフルじゃないけど、うん、あのピーターパンにすごい憧れてて、うん、昔から、だから何にも動力なく空を飛ぶっていう、あ、羽ばたくとかそういうのでもなく、あ、もうそのままなんか夢すぎてよく夢に飛んでる。え、そうなんだ。夢に飛んでる。すごい、意外と願望強すぎて。意外とメルヘンだよね。ね、確かに。そうなの。壊れたとお化けで。ディズニー大好きだしね。確かに。意外とキッズ。意外とキッズ。サーベルじゃないね。みんなを飛ばすとかじゃない。じゃないじゃない。もうピーターパン。ピーターパン。で聞いてもらおう。ピーターパン。確かに。さ、いいですか。はい。それでは続いていきたいと思います。おお、なんだ、おお、ここでここまででトークは終了となります。はー、楽しかった。意外と早かったね。意外と早かった。もうパッパパッパいかない、うん、そう、もう伸びちゃう伸びちゃう。では続いていきたいと思います、はい、うん、ここからは企画のコーナー。企画は韓国ジェスチャーです。韓国ジェスチャー、韓国ジェスチャー、韓国ジェスチャー、どういうこと、はい、はい、どういうこと。今日の企画は韓国ジェスチャーです。皆さんにはおなじみのジェスチャーゲームをしてもらいます。しかし普通のジェスチャーゲームではありません。タイトルにあるように韓国ですので、皆さんには韓国に入ってもらいます。韓国に入りますか？入る。折りが出てくる。折りが入る。はい。それでこちらをかけてもらいます。おお。こちらです。このケースをかけてもらいます。折りには入れない。折りには入れない。そしてですね、お題のボックスがありますので、そこから引いた。あ、はい、ありがとう。ありがとう。こちらのボックスからお題を引いて、そのお題に合ったジェスチャーをしてもらいます。ジェスチャーですので声を出してはいけません。はい。で、当てるのはジェスチャーをしてない他のメンバーと皆さんです。お、みんなも当てるんだ。声出して大丈夫なので、回答権がありますので、はい、回答権がありますので、どん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 当ててってください。当ててね、当ててね、当ててね、当ててね。それでは順番に3分ずつやってもらうんですが、はい、うん、3分間で何回でも引き直して OK です。あ、時間の許す限り、うんうんうん、でもパスはなしなので、引いたらやって、もし答えられそうにないなと思ったら、あの NG サインが出る回答、はい、判断で出ると思うので、その間は皆さんもメンバーもみんな、例えばなんか飛行機とか、そういう全部単語をね言ってもらえたらと思います。はい。で、当ててもらえたら1ポイント入って、うんうん、最終的に最も成績の悪い人にはご褒美として罰ゲームをしていただきます。ご褒美、ご褒美。はい、皆さん分かりましたか。はい、皆さん分かりましたか。はい、OK。 では早速いってみましょう。イエーイ。これもみんなつけて、みんなつけて、いすでは、皆さんには手錠かけてもらって、ありがとうございます。引っ張り、これを下押して、こう、やばい、こう、こう、あ、うん、うん、うん、あ、ロックがかかんない。下にね、下ろせない。これ全部カチャっていくまで、カチャっていくと、
少々お待ちくださいませ。みんな今つけるの全員つけたの。それでは何も動き誰もできないの。先生はマハリーからいいの。私はちょうど今ノーミスでいこう。ノーミスでこれをそうだね、ここにはーい、でもらって、で、入るの、で、入るの。あ、大丈夫そうです。いっぱい入ってる、いっぱい。はい、では3分間測ってもらいましょうか。回答者してないとちょっと不利なの。まあ、確かに回答者戻っておいてください。回答者感覚派が必要だから。あ、確かにちょっと待ってて、いい手錠かけれてないこの人。あ、みんな、そういうこと。みんな、うん、私はいってできないか。前のメンバー、そう、あ、そういうこと。はい、せーの、はい、じゃなくて、ぐちぐちかと思った。あ、はいじゃなくて、もうみんな言って大丈夫。単語どんどん言っていく感じ。あの、シャイ、シャイやめて、シャイ、シャイやめて。あ、正解は私が大きくやるから。あ、なるほど、はい、え、合ってるよね。うん、うん、では、いきたいと思います。スタート。うわぁ、あ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 、どうすればいいのこれは。もらおうか。あ、そうだね。あ、でも見えちゃうか。そっかそっか。これはおにぎり。山。富士山。三角。え？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 渦巻き。トンボ。あー、あー、なるほどね。なんかピンクの出てきましたけど、なんだい。棒があって、棒があって、なんかやってる、なんかやってる。バトル。ボクシング。自己紹介順でいいか。で、リリーさん、詰められますか。やる？
大丈夫です。やべえ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 。ではリリさんの挑戦いきます。はい、準備はよろしいですか。いいです。はい、いきます。スタート。お、早速ピンク。ワニ。おーおー、やっぱ感動してる。やばいやばい。カメラマン。カメラマン。ドラム。ドラム。黄色。あ、見えちゃった。見えちゃった。パイナップル。パイナップル。美容師。おー、すごい。戻した。あ、戻した。飛び箱。あ、いたいたいた。クマ。ゴジラ。トランペット。おお。ゴルフ。すごい。スポーツ系多いね。多いね。引くね。偏りが。あ、でも落ちた。花火。ピアノのパソコン。ピアニカ。おお。ピアニカ。マジで。疑惑が。サッカー。多いね。すごい多いね。モデル。おお。え？え？知らない。スキー。ああ。そうか。そういうこと。音楽。なんか手に持っといた方がいいかもしれない。手に持つ。見えちゃう。あ、ほんとごめんめっちゃなんか得意そうですね。あっちいけてない。なんかすごい。なんかすごい。足りないかもしれない。ちょっと足りないかもしれないよ。うちら上手すぎて。そう、もう一人やったらなくなるかもしれない。優勝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 。普通に優勝になっちゃう。確かに。どうしましょうか。まあこのままとりあえずやる。とりあえずやる。あと一人分ぐらいはね。戻して。戻しちゃう。戻しちゃう。じゃあ戻しましょう。数えてもらってんの。数える。数えてあります。数えてある。ありがとうございます。はい、戻す。はい、戻す。少々お待ちください。戻して戻して。あと2つも。確かに。あ、けどね。みんなね。では、続いて。みんな頼むよ。BBS 感覚派ミュースさん。準備はよろしいですか。はい。はい、それでは、スタートです。スマホ。おお。ワニ。ええ。
モチーフ。あーかわいい。やってるからさ。あれYeah, do it.
画家なんか何て言うの、なんか書いてる、メモ、記者、宿題、あ、チェキ、スマホ、なんか書いてる、なんだ、何してみてください。気になる。飛行機。おお。ゴルフ。
どギリギリ、いや終了で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 、席を戻しましょうか。あれは何だった？言っていいの？え、ずっとどれ、どっち、こっち？どっちも、どっちも。これは消しゴム。消しゴム。消しゴムってさ、ペンと同じ動き。確かに。でも書いて。こうやって書くって。ふっふっふっやればいいんだ。ああ、これは？これでしょ？トトロ。あ、トトロ。トトロ。これやるわ。これやるわ。黄色はキャラクターなんだなって途中で確かに、うん、コナンコナンコナンめっちゃ上手かった。ぜひみんなもね、もう一回動画でチェックしてみてください。メルルの、あの反則ですって言ったのはマジック、マジックだよね、やっぱり。そう、マジシャンと、あともう一個は人力車でした。人力車、はい、これこれです。はい、もっと下かも、あれが。確かに確かに確かに。それでは結果発表に行きたいと思います。言ったら数字を言うから。あ、わかりました。じゃあマフリンの点数9。リリー18。うわー、みゆちゃん16。おお、さゆち9。おお、めるる違う9。えっ、みんな9999。優勝は、あれ、優勝はリリーだ。優勝はリリーで、今回の罰ゲームはじゃんけんですか。じゃんけん、3人じゃんけんで最初はグー、じゃんけんぽい。おお、勝った人がやる。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、行こうでしょう。はい、今回の罰ゲームは私私です。はい、ではご褒美を受けられるということで。そうですね、ご褒美だ。あ、まだ食べやご褒美を。はい、こちらの私は監獄から出られませんでしたので目線消しをさせていただきます。面白すぎる。MC の人が。手錠の下、手錠。手錠の下。はい。じゃあちょっとお願いします。はいはい。そして、目線消してもらいました。それではメルルさん一言お願いします。最初はそんなつもりじゃなかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このままいくのかな、このまま読めなくて。はい、皆さん今日はいかがでしたか。見えないんですけども、うん、それでは、今日も最後までご覧くださいましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回も皆さんお楽しみに。またね。